よし、今日も未確認生物ユーマについて調べていこう。今日君たちに集まってもらったのは他でもない、異次元のワープをするユーマが出没したという情報が我が調査団に寄せられた。ワープするユーマとは何ともミステリー欲がそそられるじゃないか。堀川君、三橋君、調査報告を頼む。はい隊長、私の調査したところ、ワームホールを使えば超高速移動やタイムワープが可能であると考えられます。ワームホールとは宇宙の離れた地点を結ぶトンネルのようなものです。そのトンネルが異次元につながっていてでもおかしくないようだな。隊長、私が調査したところ、どうやらそのウーマが出没したのは2012年の4月15日で間違いなさそうです。何？今からちょうど10年前か。はい隊長、私が調査したところ、大量の宇宙人が地球侵略のために異次元からワープしてきているという噂もあるようです。それは恐ろしい噂だな。ワープした先はどこなんだろう。三橋君、何か情報はないのか。はい隊長、私が調査したところ、ワープするウーマが目撃されたのは中山競馬場のようです。ウーマ？何？中山競馬場が異次元につながっていたとは大変だ。地球が侵略されるかもしれないぞ。隊長、実は極秘のルートを通じてワープするウーマの映像を入手してきました。映像だと？なんだって？映像があるのか。異次元のワープするウーマが映り込んでるかもしれん。これは歴史的大発見だぞ。早速見てみよう。シルバーウェイブゴールド、隊長見てください、これが異次元のワープをするウーマが出現したです。サツキショーです。芝 2000m 18頭立てで行われています。サツキショーか、有名なレースだな。映像では分かりづらいのですが、実は前日に雨が降っていたようです。それだとコースの状態も悪化しやすく、馬たちは相当走りづらいはずだ。そんなタイミングで地球を侵略しに来るとは、なかなか頭のいいユーマだ。その後里のギャランと行きました。さらに内はアーデンと最内に取ったスノードン、グランデッサ後方、その後ろに映像ストップ。隊長、画面左端、この一番後ろを走ってる足毛の白っぽいウーマから目を離さないでください。何？まさかこの最後方を走ってるのがワープをするユーマなのか。はい隊長、14番のゼッケンをつけたこのウーマ、名前はゴールドシップと言います。構えて最後方からゴールドシップ、3コーナーを回ります。さあゼロスがかわして先頭、まだ18頭中18番目、最後方走ってるぞ。前に17頭もいるのに抜け出せるとは到底思えんが。隊長、異次元のワープが起こるのはこの後第4コーナーです。いよいよか。よし、絶対にまばたきはするなよ。まだグランデッサワールドエースは後方を外に出していく。第4コーナーから直線打ち出し沿い、ゼロスが先頭、ゼロス先頭、また差を詰めて名将門松、その内からゴールドシップ上がってきた。ゴールドシップ200を切ってゴールドシップが先頭に変わる。追ってくるのはディープブリアンテ、コスモオゾラ、そして大外からワールドエースグランデッサですが、2着争い、抜けた抜けた、ゴールドシップゴール、ゴールドシップ2着ワールドエース。おい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 、最後方から1着でゴールしたぞ。17頭ごぼう抜きにしてしまった。これはまさに未確認ウーマだ。ついにワームホールが現れた。本当にワープしたんじゃないのか。おい、一体何が起きたんだ。隊長安心してください、別アングルの映像も入手しています。ん？何？2馬身がいて、これを見ながらワールドエース構えて、最後方からゴールドシップ、3コーナーを回ります。さあゼロスがかわして先頭600を切って6馬身、7馬身のリード、名将門松2番手4コーナーカーブ、その後は3馬身がいて、アダムスピーク3番手2馬身、さあディープブリランテ4番手、その後ろのコースラー、さらにロシアが動いて、まだグランデッサワールドエースは後方おい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 、インコースで最短ルートを通ってるじゃないか。ワープが起きた第4コーナーでは雨で状態の悪くなった内側を避けて、他のウーマたちは大きく外を回っていたんです。そのためインコースがガラ空きになっていて、ゴールドシップはそこを突き進んだため、17頭をごぼう抜きにすることができたんです。おーうまーんだ。なるほど、異次元のワープ
ポするウーマとはそういうことだったのか。ウーマ、スタミナも異次元なゴールドシップだから成し得たワープと言われています。なるほど、他のウーマたちには通れない、まさにゴールドシップのためにある道だったというわけか。ワームホールを生み出すユーマ、ゴールドシップ、マンタスティック。ウーマ界には調査すべき超常現象がまだまだあるようだな。堀川君、三橋君、今日はありがとう。次回また報告を頼むよ。はい、隊長。ポニお散歩ポニテレ。